こんにちは、センドです。本日も FIFA 22のキャリアモード、日本人だけで欧州を席巻する企画、舞台は5年後ということで戦っていきます。さあ本日はね、チャンピオンズリーグ準決勝ユベントス戦のセカンドレグです。ファーストレグはね、我々が3対1で制しましたんでね、セカンドレグもこの調子でいきたいところです。はい、そしてもう一つの準決勝の対戦カードはすでにセカンドレグも終えています。バルセロナが決勝進出してますね。バルサはファーストレグ 0-2 で負けしたからね、奇跡を起こしてます。俺アウェーで奇跡を起こしてんのか？シグナルイドゥナパルクでの奇跡言ってるか？まあ我々もね、奇跡許さないように戦っていきます。じゃあ試合行きましょう。はい、まずはスタメン発表です。キーパー谷、ディフェンスライン右から橋岡、板倉、富安、旗手。ダブルボランチに遠藤と田中。二列目右から堂安、久保、中地。ワントップ古橋です。まあさすがにガチガチのメンバーで勝ちいきます。はい、ユベントスのスタメンこちらです。レーティングの方表示しておきますけど、普通に実力者軍団です。ワントップのカイオ・ホルヘ。彼はファーストレグ試合出てなかったと思うんで警戒していきます。じゃあ試合行きましょう。これがカイオ・ホルヘか。ラウタロ系統の顔だね。はい、試合スタート。ユベントス来るか、右サイド、クルゼフスキー。頼むよ、集中ないディフェンス。なんか、プレスすごい行ってる、なんか俺たち。最近なんかアップで入ったらしいけど危ねえ。大丈夫だよな。なんか戦術崩壊とかが怖いんだけど一番。それが今まで組んでた戦術がいきなり崩壊するみたいな音が怖くて、カイオホル、危ねえ。早くね、シュート。おい、ちょっと待ってくれ。中島いきなり負傷出てんだけど、どうした？負傷してんのか、中島。ちょっと中島にボール一回預けてみます。マークが多分出てるからね、出てねえじゃねえけど、なんだこの情報は。とりあえず攻めていこうか。うん、結構引いてくんね。とりあえず青田中から逆サイ振ります。大人のサッカーでいいよ。俺ら勝ってんだから。2点差なんだからセーフティーに行こうぜ。でも相手がまあ逆境大好き人間の集団である可能性もあるからね、そこまず集中していこう。中地から強豪行って、竹下につながる。いいんじゃない？ニアにシュート。あ、いや、入ってねえの？いや、竹下の行ったと思ったけど、どこに当たった今。空気に弾かれてなかったか。中地のさっきの毛がマジなんだったんで、やべ。ちょっと血出たとかじゃねえよな、中地。すぐ痛がっちゃったとかではないよね。マジ集中ね。カイオ・ホルヘのさっきのシュートえぐいくらいのスピードだったから。マジ集中。あそこマジ構成頼りにすんのやめようぜ。カパが結構上がってきている。いいとこ入ってきて。まずい。いや、やられた。結構やばくね。結構やばいぞ。こんな攻められてたっけ、ファーストレグ。クルゼフスキの先制弾。まずいまずいまずい。なんか照明の感じいいね。大人だな、だいぶ。アダルトだね。いや、ちょっと緩いよね。集中しよう。ここはちょっとトミーが花道開けちゃったわ。打ってくださいと言わんばかりの。いや、ミスった。2空いてんな、結構。どまいどまい、切り替えよう。はい、0-1。さあ、ユベントスが来るよ。早いパス回し。カイオホルヘ警戒。ナイス、ナイス、トミーで。竹房から一回右サイドじゃなくて左サイド振って、ここは竹房が上がってくる。いいんじゃない？強子にパス取れ。来た！いや、届かないか。惜しい。布面です。布が上がってくるか。布面です。じわじわ攻め上がってくる。ミドル警戒。打ってきたけど大丈夫だよね。さあ、左サイド、レオから中地。竹房に出したい。オッケー。来た！これ、強子行って、リツも来て。リツ、打っちゃっていい？右で行く。うえ。まあ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 、攻撃のシーンね、あんまいいシーン作れてなかったから、いいよいいよいいよ、全然いい。ちょっとね、アウェーゴール制度あるのかわかんねえんだよな、マジで。オッケー、ここカットして、仮にアウェーゴール制度あった場合、やばい。まだこの FIFA では残っていた場合、怖いんだけど、ちょっと一回集中するわ。ここは繋ぐよ。まあ、仮にアウェーゴール制度が、現実ではもう残ってないけど、FIFA で残ってる場合、相手に今2点目決められたら俺ら敗退するんですよね。だからまずいよ。1点は取っておきたいところ。ニアにシュート。オッケー、ナイス。来た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 。これはでかい。これはでかすぎる。アウェーゴール制度の話したところでの一発はでかすぎる。いや、ニアぶち込みやガチストライカーじゃん。これうめえ、アグエロかよ。はい、1-1。
さあ、カイオ・ホルヘにボール入って裏に来てんだけど、大丈夫ですか？オフサイドか？危ね危ね危ね。ロカテッリに決められたけど、オフサイド。危ねえ。ヒヤッと体験。ちょっと出てる？そんな出てるかい？もうこれで終了か、前半。もうクリアして終わるわ。はい、前半終了かな。はい、前半終了。はい、前半のスタッツこちらです。まあ、若干押されてる気はするけど、スコア1対1なんでね。まあ、いけるでしょう。はい、コンサート。右サイド、橋岡大ちゃん。トーマスの移籍が確定って、マジで誰だよ。そんなモブ顔の移籍紹介されても困るわ。中地が、ミドルあるか？ファーストレグのミドル再現あるか？キープし、ある！ある！オッケー！よし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 。なんか抜けていった。中地よく決めた。謎のゴールだな、正直。正直謎すぎたぞ、今の。今ので1点もらっていいのかっていう。ここで、謎のキープ力とか奪っていったな、中地ナイス。これはへし折ったんじゃない？気持ちを、ユベントスの。逆境大好き集団だったとしてもさすがにへし折られてる可能性はあるぞ。はい、2対1。さあ、ユベントスが右サイド。ちょっとね、逆境大好き集団だった可能性がマジで怖いけど、ちょっとね、リツの代表を選ばれてないのは、危ねえ。リツが代表外れてんのはね、危ねえぞ。集中しろ。リツ代表選ばれてないのは私は納得いってないけど、まあいいでしょう、今回に関しては。やばい。今回に関してはまあメンバー選出の文句というよりは、あの、ワールドカップ進出決めてくれるかどうかだろう、もう。今回はワールドカップ決まれば何でもいいんだよ、オッケー。右サイド来てる。トミーディフェンス頼むね。オッケー。トミーの毛が長くねというか、やべ。頼むよ。トミーいつまで怪我してんだ。やべ、裏切るよ。まずい。トミーナイス。トミーのアーセナルでの活躍が見たいけど、ユベントス今朝、あれ CL 負けてましたね。ちょっと見てないんですけど、リバプール対アーセナル見てた。トミーがいて欲しかったけど、まあいい。とりあえずいい。とりあえずセドリックでもまあ、そこそこいい。いいよ。渡るキープ頼む。まずい。ボールいっちゃって、いや、でもリバプールがやっぱ強えな。完成度が凄まじすぎて。リーグもあれだもんね。シティとチェルシーじゃなくて、シティとリバプールの差が、勝ち点1差とかだもんね。で、今度2週間後くらいに直接対決があると、非常に興味深い一戦。カイオ・ホルヘの左足危ねえ。さあ、カイオ・ホルヘ下がって、パウロ・ディバラ入ってきました。はい、選手会、まあ、翔也に帰って、純ちゃん行きます。さあ、エンド渡るから逆サイ展開よ。ここは稲妻がいる。稲妻からレオ旗手に戻して、落ち着こうか。全然アグレッシブに来ねえな。あいつら3点は、3点必要なのに全然アグレッシブに来ねえぞ。兵庫にパス当てて、やりつ押さえっぽかったから出さなかった。竹房にパスが通らない。クリアして、ここは頼むよ。コミュニケーション取って、ナイス。橋岡大ちゃんからリツ。今日はこれは抜けていきそうだ。竹房に預ける。左足のコントロールシュート。うますぎ。うますぎ。決勝いった。これはファイナリストになりました。欧州石鹸に向け、あと一歩まで来たぞ、ついに。これは完勝だ。ユベントスにも完勝、俺ら。マジで強えぞ。バルセロナ倒せんのか。バルセロナの5年後ってめちゃくちゃ強そうじゃない？リアルの若手たちが残っていれば、バルセロナ残留してたらマジで強いだろ、5年後って。いや、この左足コントロールシュート最高だね。いいね、ナイスだけさ。はい、選手会います。強豪お疲れということで、強豪に帰って、大前行きます。はい、3、1位。さあ、竹房ボール持って、大前が走っていく。入んのか、これシュート。入らないような、多分。戻して、律から青の、ドンピシャミドル、うおい！左サイド、ディアビ。もう89分。これはいったな。男のタック、やめてよ、赤とかは。やべ、危ね。今、不用意すぎたな。今のは、レッドカードもらって決勝出れないとか渋すぎたもんね。危ねえよ。ヌーの面ですが、うまい。ここは最後に意地見せてくるのが、パリーニャのミドル。オッケー、試合終了しました。決勝進出。はい、試合のスタッツこちらです。なんか、スタッツ見ると俺らラッ
キー勝利したみたいになってねえか。予想ゴールの差は割とあるけど、まあ、中地のゴールがラッキーだったのは否めない。愛選手の評価こちらです。中地がユベントスキラー発揮してマンオブザマッチ。なんか中地の写真アップデで更新されてんね。中地こんな顔だったっけ。はい、準決勝無事に制しました。結果だけ見ると圧勝だな。2000合計6対2だもんね。そして決勝戦がバルセロナとのね、欧州の頂きをかけた一戦となります。はい、ここでね、チャンピオンズリーグの得点を紹介しておきたいと思います。まあ安定に強豪が得点王でした。まあこれはほぼ得点王は確実だろうな。一応決勝で対戦するバルセロナからは3位に7ゴールでデンベレがいます。デンベレ気持ち切り替えてんな。5年後で暴れてんな。まああとは一応久保もね7ゴールなんで、まあデンベレ久保が決勝で圧巻4発とかしない限りは古橋の得点王は硬いと。アシストランキングこちらでございます。アシストも例のごとく久保がちぎってると。あとは2位に強豪が6アシスト、バルセロナからは9位にデパイが3アシストです。なので決勝で強豪が圧巻5アシスト、デパイが圧巻8アシストとかしない限りは竹房のアシストは硬いっすね。はい、続いて今後の日程です。次回は中2日でプレミアのボーンマス戦です。チャンピオンズリーグ決勝週は5月30日です。それでは本日ここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかぜひお願いいたします。それではありがとうございました。さよなら。